はい、はい、こんにちは。お願いします、はい、こんにちは。本日の、今週の予想担当者は翔太郎トラックマン、よろしくお願いします。改めて翔太郎です。今週は、ね、先週であの安田記念が終わりまして、一段落じゃないですけど、ね、うん、改めて、なんかコバのあれですね、こう未来を目指す戦いというか、そうだね、メンバーやりましたけど、結構いいメンバー揃ったんじゃない？なんかそうですね、うん、難しいですよね。難しい。逆にね、トールさんね、本誌ですけど、はい、すごいどこに印振っていいかわからないようなところで、そう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 、まあ、僕はアルジャンナ、アルジャンナ、うん、この前ちょっと復調の兆し見せた。僕はそれを対抗にしました。対抗、はい。まあ本命は、まあ当然あれだよね、担当級者だよね。そうですね、うん、まあ状態もいいんでヒュミドールにしたんですけど、はいはい、まあこの前ね、ちょっと一泊の競馬したら気象からおかしくなっちゃって、まあもう返し馬その手前の段階からもうかなり気が狂っちゃってたんで、はいはい、まあノーカウントでいいのかなと、うん、まあ、その前がね、ちょっと頑張ってたんで、ね、日経賞ダイヤモンドステークスと、うん、まあ、その時よりも状態はいいって聞いてるんで、はいはいはい、まあこの前、去年か、去年の秋、うん、だいぶいい競馬した舞台なんでね、うん、ここで頑張れなかったら、うん、厳しいかなということで応援させてもらいました。これ結構穴っぽいんじゃないですか。ね、ちょっとオッズも読み切れないんですけど、うん、ね、今の段階ではまずまず人気ないんで、うん、結構勝負したいなと思ってるんですけど、ね、はい、なるほど。で、対抗がまあ当初言ってくれた通り復調してるアルジャンナが、まあ、うん、まあね、歴戦の相手考えたらね、そうですね、自力的にこのメンバーあったら1枚上気味なのかなと思いますね、うん、混戦ではあるんだけど、はいはい、で、3番目がザダル、ザダル、これみんな、これはちょっとあれなんじゃない、そうですね、休み明けで行きづらいなとは思うんですけど、うん、まあ約8ヶ月ぶりなんですけど、まあ先週、いや、さっきの先週でしたよね、うん、勝った馬とかもね、うん、休み明けでもしっかり仕上がっててね、今こういうのもトレンドなのかなと思うんで、なるほど、うん、まあ状態いいってこれも聞いてるんでね、はいはい、まあその2走前の新潟の走り見れば、うん、オープンあんだけ圧勝する馬ですから、うん、G3 くらいだったらいきなりやれてもいいのかなですね。まあ、ババムの方もね、あの、うん、今週は週中から雨も降ってないし、本当にこう見ると綺麗なんですけど、綺麗だよね、はい、うん、まあ、ダートもなんかすごい力入れるババムだし、そうですね、うん、まあ、気温も高いですし、そうだね、抵抗的には、うん、まあ、馬券はしましょう、かなり広くします。3列目っていうのはすごい広く取らないとこのレース当たんなそうだなと思うんで、うん、で単勝も買うし、うん、生まれは印通りですかね、はい、はい、まあ結構勝負したいレースだなと思ってたんで楽しみにしてます。君通り好きだもんね、翔太郎ね、大好き、ね、よくご存知で、はい、わかりました、はい、応援してあげてください、はい、どうもです、お願いします、はい、ありがとうございました。